そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラバイキング。おお、何者だ？な、お父さん、倒したの？嘘だろ？いくら不意打ちだったからって。どういうことだ？リクームが。なんでもない攻撃だった！まさか。リクームを一撃。やっぱり悟空さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クイリン、ボアン、お前たちドラゴンレーダーでボールを探してくれ。奴らの宇宙船ってとこにあると思う。その方が大した気も感じねえしな。あいつを倒すことができたらオラもすぐ行くから。わかった。頑張れよ悟空。見やがった。放っておけ。お前たち、誰が手を貸せと言ったか。しかし隊長、ほら向こうも二人ですし。それにまあいい、ならば全部肩をつけるぞ。はい、はい。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！よし、行けない！なんだ？まさか、こんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫です。きっと元に戻れるチャンスはあるはず。キニは悟空さんの体を狙っていたわけですし。ジーサー！はい。貴様なんてことをしてくれたんだ。すいません。こんな体ビネキセンスの欠片もないではないか。すみません。なんだか様子がおかしいぞ。両手、さっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようですよ。なんかよくわかんねえけど、次はあっちなんだな。よし、とっととかかってこい。その体を手に入れて。ジュースがやられただと。なんということだ。なあ、ちょっと頼みがあんだ。ご飯とクリーンを追ってドラゴンボールを探してきてくんねえかな。もしかして奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。みんな信用できそうだし、頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう、宇宙船に。あなたの体のことは少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれます。
頼んだぞ。信じらんねえ。おめえ本当にすげえな。